ったで。はい、ないしょ。ないしょ。よ。いいね、いいね。え？え？素晴らしいね。素晴らしいショットだね。はい。え？林だけやっちゃったら。やっぱり言うマリンアンだよ。うん。こっち先にやるんだ。お、いいね。いいかもしんない。距離を。距離稼いだ。ショートカットで。じゃあもう一回出すよ。あと一番長い。最高だよ、今のは。どっちや？取った。一応かかった。これ？うん。いや。パーパットじゃん。パーパットだねべよ。カムラは5、カムラは3オン2パットのダボだね。5、狙った、昨日狙った。なんか持ってる場合じゃないな。Thank you.
福田くんももうカメラマンになってたんじゃないかまたアップされかいいかなもう、はい、はい、じゃあ、はい、よろしくお願いします。はい、ないしょ。お、いいね。え？天気もいいし。え？天気もいいし。よいしょ。よ。え？素晴らしいね。素晴らしいショットだね。はい。いや、プレッシャーかかったんだよ。うまい。大本命がハードで大ブレーキです。うん、そうだな、ハンデだな。フレーム方だっけ？打ち直した？うん。いや、打ち直します。はい。いや、打ち直し禁止なんだ。禁止なの？いやいやいや、最初だけ、え、最初だけやっちゃったら、うん、お、いいね、いいかもしんない、距離稼いだ、ショートカットで。そうか、あそこに狙うのか。なんで間違っちゃったな。俺真ん中ばっかし思ってた。まずくとつぬけちゃうもんな。なんかね。ああ、いい。あれ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 。重っ。間違って言っても右へ行っても右左ともにライ OB だったらこれな。あ、そうか、OB か。このどっちがチョイスしていいとこへ置くってのはつまんねえな、これはな、うん、なんかあ、そういうね、うん、あ、さっきのダブルスとか あの芸能人のあれでやってるよな。そうだね。
じゃあ自分のためでね、もな、うん、4人で打ってな、2人で2打目2つ使うの、どっちかの1つ打つけど、ベストボールそこへ打って自分の置くんだって。ああ、そうか、グリーン上のベスト、いい方へチョイスして、うん、で自分もそこ行ってよ、うん、あ、そうなの、うん、だってまねや、うん、なんかね、うん、いや、なん、どういうやつ、いや、そのままな、ダイレクトにやってスコアでな、あ、青い人ほら、あ、落として、あ、そう、これ下手な人も上手くなっちゃう、そのドライバーも変えたのか、白じゃねえじゃん、うん、おお、ドライバーちょっと前から、それは前から持ってるわ、ちょっと前から変えたよ、うん、白いやつ当たんねえんだな、いいやつは、なかなかな、いい、あの、当た、難しいこっちの当たんだもんな、はるちゃんと同じなんだけど、うん、よいしょ、よし、ちょっと後ろで来るの、そう、その方がいいんだよ、うん、高さが安定して、こんな感じだ、おお、すごいね今日はいいんや、いいね、すごいね、もう2ホールとも旗狙いで、完璧だよ、完璧なライナーだね、完璧だわ、やっぱりうまい人と回ってうまくなったわな、誰がうまいだよ、違うよ俺らと違う組んで回ってたんだけどな、80台とま練習場の80台、お、あら、飛ばないな、うん、いやいや、でもフェアウェイ止まんなかったもん、最初じゃ、まあ、症状は飛距離どうのこうのやつか、コースだよ、ゴルフなめや、うん、おお、いや、ま、負けてねえな、お、お、あ、俺より言ってるわ、当たり目だ、あんだ、もっと転がってみ、またやまだショートコースか、え、これはいいかもしれない、え、抜けたか、こういうところゴルフ場だから多分、うん、こういうの、ショートが3つも4つもあったわ、戦略ここはプロいいよ、うん、でもワンクリーンだからな、うん、これプロが設計誰だったな、昔はナチューグリーンだったもんな、うん、うん、そうだな、熊谷に熊谷に設計や、見晴らしが行くの、見晴らしが行くの、山の上だからこう、何やねん、ね、いいじゃん、いいじゃん、このぐらいの山が降ってくるのが本当なんだ、空と杉林、戦略を変えよう、ドロボールを使おう、全然弱気だな、投げすか、何投げすから、もうドロボールで、もったいない、うん、もったいない、こう、こういうところで、あたび、あそこの黒い杭のあたり、うん、だね、あそこ狙ってぶつけるぐらいしかねえんだから、あれ黒い杭っていうの、あれはヤディジンだよね、ヤディジン、
あの辺打っていくか、右だったら、右だったら絶対あれだもんな。うん、あるね。ショートカットすると分からんもんだけど。いや、だってあれがショートカットじゃないのかよ。あの辺で。違うの。だから俺のラッキングがいいんだよ。あそこはヤーデージ V だから。これはもう止まんねえから、その辺で取ったらいい。こういう人は難しいよな、飛ぶ人は。中途半端に飛ぶ人。飛ぶ人は行き届ねえんだよ。もう心で曲げちゃってんだよ。なかなか行かねえなや。行かねえよ。フライング法やってんのかい。前は使えてんのか。見てた。あ、見えなかった。あ、大丈夫か。向こうえぐれてんのか。大丈夫。大丈夫そうだな。やべえ。調子こいで打ちすぎって。今日。センターを狙うんだスタッチの方がいいんだよ。顔見らない。こちら。レイングフォン。いや、今捕まったと思ったな。え？ありがとう。捕まった。あ、いい。あ？越してった。100ヤード無理だったなってんやろな。バンカーの丸出てるんだけど、300いってるよ。よろばって。でもよかった、こっちだった。本当だね。いいかもな。行くしかない。見てくる。こっちだ。300いってるよ、300。思ったのは規格外だったね。あの人を見たんでは、おめえ。からモリモリ入ってたよ。ほら、こりゃ行っちゃったな。行っちゃった。はい。どう？お隣さん。マジだな。うん。一人だけ大丈夫。大きいねえのか。あと通るの右だもん。そっちは OB じゃねえの？ OB じゃないみたいな。
これのが楽だな、これ。手前から手前から後ろか後ろ後ろ黄色いの違いのか、うん、オレンジのオレンジこれこれ手前から手前有言実行だちょっと間にあっちの間とか、うん、よしやるね、田村君、ね、ほらほら、田村田村どうして言うなよ取った一応かかったこれうんいや振り幅でパーパットじゃねえパーパットだねえべよねボギーパットだね3段ねカムラは5カムラは3オン2パットのダボだな5練習場指導員がね。ケンオさんなんかも教えたがるタイプだな。ケンオさん、モングジの。結構打つがある人。いかんなあ。あだこだ。公爵ばかり勝つんだ。嫌なんだ俺そういう。そうだよな。大きなお世話。いや一応ね一応聞いて。カムラはよ。アンカーの時に。バンカーはこう開いちゃうんだよ、うん、そう気持ちいいボールがあってこっちに飛ばしたかったらこうこんな感じだよな、うん、そうそうそうもうそれで、うん、ドーンってやっと手前の砂をドーンって叩くといいんですそうそうそう、うん、フェースがこうなっから上がって止まるんだよ、うん、こうやってこうやってこう打っちゃうともう行っちゃうんだよ、うん、だ球をすくい上げようとしてはダメなの、うん、バンってそうか
ボールに当たってるもんだって。角度上がってくるもんだからよ。いや、そりゃ、遠ければな、うん、そういう打ち方もいいんだってよ。上がると無理だよ。ちょろ、ちょろっと、ちょろっとしそうで。だから、ちょこっとでこのまま。え、ちょろ、え、バチンとればいいから。ちょこっとしか行かないような感じがしてさ。こうやるか、気持ちとして。もう、そのまま、ピチョってやれば、この角度でポンと上がってくる。こういう感じで持って、ドン。あ、叩いてんだ。うん、決して俺だって前上げじゃないよ。トップしてあっちの方行っちゃうときあんねん。だこの間、小沼がやったとき、みんな向こう向ってたの。こう向って最初からこう向ってたのか。向くなんですよ。行ったのも。自分では分かんねえんだよな。うん。中央狙ってなめない。ハートの右あたり。だってあそこまで飛んでくんだからすごいね。左足。入ってる。足みたいな。うん。あのさっき言ったハートの右あたり。大丈夫、大丈夫。池までなっちゃいかねえ。口回り込んでんだと思う。大丈夫だよ。見えた。力もりもりになってます。いいんだよ。自分のことを考えて旗立ててくれてるんだから。
狙った。木の上狙った。もう最初から小木町の思いだった。じゃあな。近いとこ近いとこってくる。おお OB 一直線や、一直線やな。ちょっと OB や。よかったな、どうですか。ヒールに当たった。うん、これも帯か。うん、いってらっしゃいかな。ちょっと開いてきちゃったな。ナイスショット。行っちゃった。行ったわこれ。知らん。え？いいとこだよあれ。いいよ。どうしようかな。あの旗を組んでいたの。遠くなっちゃったね。あ、バンカー行っちゃった。バンカー行っちゃったね。遠くなっちゃったよ。本当。バンカー行っちゃったかもしれない。いい当たりだったけど。
から狙ってやるか。あの上のミニマンと。あ、そうか。またかんとこ。休むか。休む、休む。休むね。まあ結構面白いことだ。あ、そうか。アジ取りやった時はやったな。高いの、草ボボ。高いんだよ。ドラゴンやってよ。しょうがねえから、みんな手前に残ってる。でも大丈夫だよ。ほら、距離ぴったしだ。お前は悪いだな。いいな、真ん中から。ちょっと打つだけだから、こういう平らなとこは。こっちだけ伸びれば。綺麗な。いいよいいよ。やって。ヒーロー。あ、違う。いや、もうそんな集中しろよ。
飛んでしたね、今カメラ上り上りじゃないですよ、これちょっと登ってきた、10センチぐらい横だと多分下へ下がっちゃうよ、下へ下がっちゃう、少し膨らますね、うまい、うまい、オッケー、ボギーだ、ボギー、ボケ出してる、構えてるから悪いから、いや気分ねんだよな、オッケー、いや今の入ればよかったな、よし、はい、OK、 ダブダブ、音だけなんだよ、立派なの、ね、脂身でうまいって言うわ、え、これ自分、自分、悪くても自分に、あーいいね、巻いてったよ、巻いてった、真ん中だ、うん、あ、跳ねた、乗ってる、乗った感じで、乗った、乗ったかもね、あのグリーンの上は跳ねてったよ、跳ねたけど、うん、左行ったけど、パーンって感じで乗りはしねえだろう、乗んない乗んない、でもグリーンの上で跳ねたでしょ、グリーンの上で跳ねたの、違うだろう、違うの、手前なの、手前で、あそこに乗っちゃうんだから、あの土手の下だと思う、トマトみたいにこうはいかないけどこうだけどお前トマトのやつと一緒にするのは失礼だよお前、トマト君旗、旗かな、ここで離れて右足に乗って、田村君もおしゃれだよな、そのスパイクがいいよね、うん、アディダス、わあ、これは巻きすぎじゃないか、アーピーでーす、田村ちゃん、オービーでーす、プレイングで、プレイング、プレイング4でお願いします、飛んだね、今な、え、同じぐらい飛んだね、いや、あれは飛んだ、飛んだとは言わねえな、じゃあもう、また狙いだね、曲がりましたな、止まったな、真っ直ぐなのでいいから、真っ直ぐだね、あ、いいんじゃないの、右、いい、ああ大丈夫だ、落ちなんだ今、ギューって切れてったもんな、
よく残ってくれました。うん、おお、流せんだ。おお、派手だ。マスギョンか。はい。フェアウェイに戻ってったよ。こっちの方だね。フェアウェイ真ん中。変わんねえよ、いくらも。ゴルフ場まで来た。まあ、衝動は今のパコって言おうとしてんだけど、うん、シマ食ってた。あ、シマ食ってたからよ。まあね、なんかバイブレーションかかったもん。ビューって。おおはい。出ちゃうんだけど。そうなんだよな、うん、これはあれかな、え、左巻いてもいいかな、うん、全体の巻き方とダメだ、入っちゃった、うん、あ、これ今のやつみたいに繋がるのかな。素直だ。うん、まっすぐ。まっすぐ。ああ、危ねえな。ああ。危ねえ。止まったって。止まってるよ。右だからね。
下落ちたった。あれ。なんだよこれ。ああ、止まったなんでもそう。アイアンのせいか。どれ、アイアンをこうやって打つんだって見てるか。帯がこれ。え、帯がね。帯が。帯が。白いのはあれだ、川か、川じゃなくて用水路。いやー、いいね、カラス。うん、落ちてくる。あ、まだ動いてる、まだ動いてる。動いて見えなくなった。え、もう落ちちゃった。いや、綺麗に寄ってるよ。うん、見たかな。あ、カラスが寄ってた。カラスのちょっと右だな。なんか今日いいな。今の7番お、短いよこれ。短いな。上がりすぎで。こってこなきゃいいけど。止まった。短いか。どうしたみ、右の木の、ちょっと変に上は白い杭があるな。浜がなんかお湯だもん。あーって言わなきゃいけないな。ナイスショーなんて言っちゃう。ない。ないのか。ああ。おや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 。よし。浮いてきた。どこ行ったんだよ。あの山の上。ごめんね。
ちょっとね、変に見た、うん、宇宙人がビビビってちょっとね、変にこう、蛇行したわ。なんで高速で左行った。はい、なんてか打てない OK。
ちゃったよ。バーン。ひとかじじゃあれだったんだ、考えたんだ。50？ ご飯みんなよかったんだ。え？37、42、41、50か。なんで、ひとかにあれだったんだよ。こ出てきたね、終わり頃になって、うん、37が40切りはちょっと難しいな。もう90切りはできるかもしれない。でも48だもん。カメラをガツンと言うやつね。ガツンと出てきやすい。ガツンと。わお。なんか危ないよ。帯っぽいな。プレーンフォーアッカー大丈夫。口に出したからな。いやー参ったな今の発展は。俺もナイスショット見たのか今。見た見た。あそこへ打ってみろ。あ？行き見てなるもん。うん。行けまで行かねえかもよ。やんのかあれ、うん、池があるわ、池みたいな。またの先か。それなんだよ、それは。オノフか。それ、オノフだっけ。何オノフ。うん。これ新しいやつか、ミサ。これは古いやつ。俺のやってもかなり立ってたところ。動いたんだもん。あれちょっとアンプなんじゃないですか。俺のナイスショットを見て力が入っちゃったか。今ちょっと力入った。だろう。ちょっと。俺はメンタルがスポーツなんだ。なんだよ。ちょっと力入っ。やめんじゃねえぞ。あ、落っこしてっちゃった。左。落っこってくればいいけどな。大丈夫。大丈夫。OBのやばい。